小学校の時に席を並べてたあいつが、医学部だかなんだか知らないけど今年卒業。当然世間の目は二人を比較する。まあ佐藤さんちの坊ちゃん今年医学部卒業ですって。あ、それに引き換え阿部さんちの子は売れない歌歌って。焦るぜ、小学校の時に席を並べてたあいつが、可愛い嫁さんもらって子供ができて、当然世間の目は二人を比較する。まあ田中さんちの坊ちゃんお若いのにしっかりしてらして、それに引き換え阿部さんちの子はよしゃいいのに女に貢いでゲップを残して逃げられて、やっぱり男も顔が悪いと人生ダメだわね。焦るぜ、小学校の時に席を並べてたあいつが、銀行ローンだかなんだか知らないけどお家を建てて、当然世間の目は二人を比較する。まあミキさんちのお坊ちゃん近頃五行が指してるんじゃございません。それに引き換え阿部さんちの子は先祖の墓まで売り飛ばし、大いに中山府中に船橋、勝っても負けても堀の内、そういや近頃ご両親までめっきり行けたわね。焦るぜ、小学校の時に席を並べてたあいつが、板前修行でぞっこん惚れられお店を任されて、当然世間の目は二人を比較する。まあ福田さんちの坊ちゃんやっぱり人柄ね。それに引き換え阿部さんちの子はガキの頃からひねくれて、頭が悪けりゃ顔がいいとか、顔が悪けりゃ性格いいとか、人間誰でも一つくらいは取り柄が欲しいわね。焦るぜ、小学校の時に席を並べてたあいつが、カラフォルニアだかなんだか知らないけど留学して、当然世間の目は二人を比較する。まあ大平さんちのおっちゃん昔からどっか違うと思ってたわ。それに引き換え阿部さんちの子はガキの頃から落ちこぼれ、学級委員を横目で見ながらやっとつかんだ給食員、それも3日で辞めさせられてそのまま大人になっちゃって、ダメな人間食わしていくほど日本の国家は甘くない、お互いつくづく子供にだけは恵まれたいものね。焦るぜ、